けしからんサイトだ。相談風自慢しに来てるんじゃないですか。まさかまさか、この後真面目な話が来るに決まってるだろう。なんていうか、夏ちょっと上げすぎちゃったなって自覚があって、こんなにラブラブでこの先どうすりゃってなもんで、どうしたらいいっすかね。やっぱり相談風自慢じゃないか。落ち着け。そのトイレットペーパーでどうするつもりだ。昔は売れてただろ。すっげえなやつ。いや、まあ今は落ち着いた感じだろ。それはお互い様だ。まあそうだな、ダークファンタジーはダーって感じに書いてぬかって仕上げて、わーって。こいつに聞いた俺がバカだ。皆さんにご心配をかけてしまいました。それにこんなのかすり傷ですから、気になさらないでください。ですがあなたが気にされなくても社交界ではそうはいきません。今後の婚姻に影響が出るかもしれないのです。ほう、社交界か。貴族社会は面倒なことが多いわね。それに比べれば前世は自由だったな。いい香りだ。歓喜と幸福に満ちた獣たちの香りだ。は、楽しめ。千年待った獣人の祝祭だ。はあ、いろんな人がいるな。頑張らないと。そんな思い悩むトール君に僕が愛のアドバイスをしてあげましょう。完全無欠の秀才ユキ君の宿題を移しちゃえばいいんですよ。そんなことはできませんです。何が完全無欠だ。あいつなんざただのつまんねえやつなんだよ。バカよりマシだ。そういえば自己紹介がまだだったわね。私の名前は青木クレア。ドキュ、あ、いや、キラキラネーム。一年よ。後輩かよ。しかも二つも。何よその顔。いや別に。ところで周一、呼び捨てにすんな。小学生の時以来だね。誰だっけ。よっ、取って全然変わってないな、ひなは。海へ帰れ。じゃあカズヤんちの近所なんだな。え、近所どころか一緒に住んどるぞ。ああ、幼馴染だと小さい頃一緒に風呂入ったり寝たりしたのか。何を言うか、今でも一緒に寝とるし風呂も入るぞ。わしの背中を流すのはカズヤの役目じゃからな。ちょちょちょ。まあ最後だけ生徒会のみんなで花火見に行ったくらいで。え、それだけ？それだけ。女の子とデートしたり？してない。へえ、なんかすんません。会長、そろそろトイレットペーパーでどうするつもりですか。いい度胸じゃねえか。ここの掟を教えてやる。それは必要ない。え、俺はもう帰る。ゴミと一緒に運ばれてきたんだよ。確かにここらの子って感じしないわね。なんか垢抜けてるっていうか。あ、何いきなり大声出して。え、見てよこれ。プレイヤー、うん、やっぱりこの穴本で見たのと同じだ。こんなとこに穴が開いてるなんて。あ、起きたんだ。気分はどう。泣けなきゃどうしようと思ってたけど、今ならきっとどんな純愛映画も心に刺さるわ。
涙出た。てかグロい映画だったな。もし魔法の才能があるならば、さまざまな分野で優れた活躍をすることになるでしょう。まあ一応。読者プレゼントの T シャツできましたんでお届けします。また担当外か。ちゃんと引き継ぎはしてくれたんだろうな。先生、めんどくさい禁止事項多いですもんね。来ないな。道に迷っているんですかね。うん。間違えて自宅の方行っちゃったとか。いや、あ、他校生が堂々と入ってくんなよな。ちゃんと中学行ってるのか。行ってに決まってんだろ。あれはなんつーか、魚谷の手下っつーか、謎のガキどもです。なんなのですかこの学年は。魔女と魔王とヤンキーに占められているようなものではないですか。これではユキが健全な学園生活を送りたくとも。なんだか賑やかね。神ってるって何ですか。おそらくこの場では神聖なる行いのことを指してて。恋人つなぎ、これはどうでしょう。いや、恋人つなぎくらいなら初デートでもするだろう。会長、初デートで恋人つなぎするんだ。あれ、あー、中した、中しましたよ。これは神じゃないですか。いや、まだだ。猫とかじゃないよね。甘すぎの仕業じゃろうな。裾予報も不穏な雲行きじゃったし。おさむ、こういう時は。ええ、おとり捜査ですね。では諸君、パンティの提供を要求する。お断りです。私のでよければ協力するが。こういうのは女子のだって決まってんだよ。セクハラです。バーみたいなとこでバイトしてるのが学校にバレてね、停学処分になったんだけど。そんなとこでバイトしてりゃな。でも今は元気にやってんだし、あんま気にすることはないんじゃない。あの子ちょっと変わってるとこあるけど、いい子でね。仲良くしてあげてよ。今月中に3回遅刻したらクビねの3回よ。この時点で2回費やしちゃったわけだけど、気分はどう。失恋中は納棺にしてください。舐めてんのか大人。いいから早くブログを更新しといてよ。ブリオシでしたっけ。ブレチョンカとポンデケージョ。こういう時はもっと慌てて命乞いとかするもんだろう。救いの手を差し伸べてやってるのに。頼んでない。俺にもお前のお目付け役を命じられた責任がある。お前がそういう態度なら俺もこのまま帰るわけにはいかなくなる。頼む、この通りだ。首筋にキスしてます。もはやこれは天然進行形で神ってると言ってもいいんじゃないですか。いや、これから4回目のデートでする。4回目で。じゃあ何回目のデートでやるんですか。5回目だよ。ここやぞ。昔おじいちゃんとお散歩したの思い出すな。田舎に引っ越すのは不安だったけど、なんとかなるかな。磯臭いのまだ慣れないけど、あとは手芸部に入って楽しい学校生活を。よっ。